Thank you.
タイヤを最も効率よく使用することができるレコードラインをきちんと通過できれば、ハーフスロットル以下でも29秒で走行することができます。逆にレコードラインを外すとタイヤに2つの仕事を同時にさせるという状態になります。次はよくあるレコードラインを外すパターンということでご覧ください。グリッピングポイントが徐々に車体から離れていってしまう様子がわかると思います。このパターンは非常に多いので、あるべき理想のグリッピングポイントをぜひ覚えてください。 OK パターンです。グリッピングポイントがどんどんとマシンに近づいていく様子をご覧ください。2コーナーのクリッピングポイントを外すと逆バンクまで引きずってしまい、タイムを上げられないことと転倒のリスクも同時に高めてしまうということから、このクリッピングポイントは死守しなければなりません。逆バンクへの切り返しが縁石付近になってしまった場合には旋回半径の R が小さいので転倒リスクが高まります。逆バンクのこの位置での転倒は非常に多いです。なぜここで転倒するのかという原因を探っていくと、2コーナーのクリッピングポイントにつけていないというところのお釣りがここに来て破綻して転倒してしまうというパターンが非常に多いです。初心者の方ほど小さな旋回半径になってしまって、その中で無理やりアクセルを開けてコーナリングスピードを稼ぎたいという気持ちが逆バンクの立ち上がりに現れるので、ハイサイドしてしまったりフロントからスリップダウンしてしまったりというパターンが非常に多いコーナーと言えます。よって安全に早くコーナーを抜けるためには2コーナーのクリッピングポイントがとても重要であるということがこのコーナーからも言えます。
プーンコーナーもアウトに寄れないコーナーの代名詞の一つです。スプーンコーナーとこの先にあるバックストレートを安全に速く走るためにはアウトに寄り切って進入するということが絶対に不可欠なコーナーと言えます。スプーン2個目でクリッピングポイントを外した後、ここでアクセルを頑張って開けてハイサイドというパターンが多い場所です。 OK パターンをご覧ください。今アクセルをつけてクリッピングポイントにどん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 近づいていっています。この後バイクが起きるにつれてスロットル回路も大きくなっていきます。いかに早く手前から開けられるかというのが大事です。鈴鹿サーキットの特徴としてコース幅が狭い、前が見えない、寝ながら開け開けということで、正直初めて走る方にとってはどこを通ったらいいのかがわからないという声を多く聞きます。特に前が見えないというのはアップダウンも大きいし、さらに回り込んでいて、見えません。でさらに寝てばっかりのコースなので、直線で開けるのではなくコーナーで開けるというところが日本の他のサーキットにない大きな特徴だと言えると思います。ただしやっぱり基本は同じで、サーキットでラップタイムを短縮するというためには安全に平均速度を高めるということが必要不可欠です。平均速度を高めるだけではリスクもどん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 高まってしまうので、安全に平均速度を高めるというこの2つを両立しなければなりません。そのためにはタイヤを最も効率よく使うということに関しては、鈴鹿サーキットのみならずミニバイクコース、世界中のサーキットも全て共通して同じことが言えます。そしてラインはその結果であるということも忘れてはなりません。強く曲がりながら強いブレーキはできないし、強いブレーキをしながら強く曲がるということもできません。タイヤのグリップを最大限に生かすというところと安全に使うということは常に両立させなければならないと思います。鈴鹿の場合、さっき言ったように前が見えない、寝ながら開け開けということで、つい先にインについて後で曲がって後で加速ということで、後で曲がってと加速というのが両方来てしまうんですね。そうするとタイヤはラップタイムが速い遅いに関係なく、いとも簡単に破綻して転倒ということにつながってきてしまいます。でこれ
あのプロライダーも分かっていてもなかなかやっぱりできなくて、もうここ一番という時のねパチンコのアタックの時でもやっぱり自分の中の理想に対して50センチ違うとか、まあ、1メートル大きなミスになっちゃうんですけど10センチ違うとかいうのを思いながら走っていることも多いと思います。なので基本的には先曲がり後開けというのが原則になってきます。参考のねラインという結果をお伝えしたので、あとは2という結果があるので 1+1 で2にするのか 3-1 で2にするのか 1×2 で2にするのか、いろんな答えの出し方があると思うんですけど、その答えの出し方がプロセスになります。どんなプロセスでこの答えにたどり着くのかということを考えながら鈴鹿サーキットを攻略するのも非常に楽しいと思いますので、そういったところも楽しみの一つに加えてもらえるとさらにサーキットライフが楽しくなるんじゃないかなと思います。個人的なモットーとして、サーキットはその日その時一番速かった人が一番かっこいいんです。そしてサーキットをその日一番楽しんだ人が一番偉いというふうに考えながらいつもサーキットを走ってます。それからこの動画がいいなと思ったらマジでチャンネル登録をお願いします。アンディの動画を見ていただいている7割の方はチャンネル登録をせずにそのまま帰っていってしまいます。動画を作る上でもなかなか結構しんどいことが多いんですが、そのモチベーションにもかなりつながるので、チャンネル登録をポチッと、無料ですのでお金かかりませんので、ポチッと今すぐポチッとポチッとポチッとよろしくお願いします。この動画が鈴鹿サーキットを走る全ライダーのお役に立てれば嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。最後にチャンネル登録よろしくお願いします。コマネチ。